強敵の11月がやってきますね。改めましてどうも、アイチです。冒頭や、まあ、タイトルとかにも入ってるかもしれませんが、私にとって11月は1年の中で一番と言っていいほど強敵な1ヶ月だと思っています。で、なんでかっていうと、とにかく中だるみしやすい。それは受験生にとってもそうだし、他の学年の方にとってもそうなんだけど、でもね、本当はね、10月の方が多分中だるみしやすい、油断が出やすいんですよ。11月の方がまだちょっとやべってなってくるんですけど、じゃあなんで強敵かっていうと、11月ってさ、受験がもう近づいてんだよ、近づいてんだけど、心のどっかでまだ時間あるんじゃねってどっかで思ってるんですよ、思ってる人はね。で、プラスそれは10月も一緒なんだけど、何がプラスかっていうと、11月はそのやらかした時のダメージがもう10月とは比べ物にならない。めちゃくちゃクリティカルダメージを食らいまくります。だから絶対にやらかしちゃいけない1ヶ月なの。そういった意味でこの1ヶ月は強敵で、この強敵な1ヶ月を乗り切るポイントね、一つだけですね、一つポイント伝えていきますので、ぜひね、最後までお付き合いください。それは何かっていうと、とにかく1ヶ月の目標を具体的に決めるです。勉強頑張る、数学頑張る、英単語頑張る、まあ、そんなね、目標の決め方をされている方もいるかもしれませんが、ごめんなさい、この1ヶ月に関してはちょっとそれはなしでいきましょう。何がなしかっていうと、今言った目標っていうのは曖昧なんですよ。勉強頑張るも数学頑張るも、まあ、例えばさ、サッカーの練習頑張るとかもそうです。で、何が曖昧かっていうと、何をもって達成ですか？みんなにとって勉強頑張るって決めた人は何をしたら達成ですか？気分ですか？っていう風になっちゃう。で、もちろん気分でさ、よっしゃやりきったぜって思える方はいいんだけど、特に受験生の方はかなりこう気持ちがセンシティブにナイーブになっている時期にそんな風に思えないよ。大体が曖昧に決めてしまうと、頑張ってんのに、あ、全然頑張れてないって、もう周りと比べて自分はダメだみたいな、そう、頑張ってきたのにネガティブな印象で終わっちゃうから、やっぱり成果も出にくいし、自信もつきにくいし、メンタルも安定しにくいっていう、すごくね、こう負のスパイラルにはまってしまうのね。だったら数学を何ページやる、英単語を何個覚える、例えばサッカーのさ、ドリブル練習を1日何分必ずやるって、数字をくっつけて絶対に目標を決めるんです。もちろん数字で決めてしまうと、それを達成できたできないっていうプレッシャーがかかってくるから、その面ではメンタルやられる部分もあるんだけど、でもやっぱりね、曖昧な目標は曖昧な達成感しか出てこない。だったらちょっと自分をね、グッて首を絞めることになる可能性もあるけれども、具体的な数字を決めて決める、で、それを決めたものを達成できたのがはっきりわかるから、だから達成できたって、やりきった、頑張れたって、もちろんそれによってさ、力もつくじゃん、実力もつくでしょ、プラスやっぱり決めたことをやりきれたっていうポジティブな印象が大事なの。それを持って12月そして受験本番に向かってほしい。受験直前ってね、本当に気持ちがやられるの。できなかったこと、ダメだったことばっかり思い出しちゃう。でもその時に、あの時こうやって決めてやれたじゃんって、頑張れたじゃんって、そうやって思い出すことによって、自分、過去の自分が今の自分を励ましてくれる。これがめちゃくちゃ大事なの。それをこの11月に作ってほしいので、必ず具体的な数字を使って目標を立てる。そして最後のお願い、それを必ず紙に書いて目に見えるところに貼る、もしくはスマホとかで写真を撮って待ち受けにするみたいな、そういったすぐ自分が目で見える場所、なぜかってすぐ忘れるからだよ、人は忘れるから、目標だから目に見える場所に貼って、ずっと意識しながら1ヶ月、 いつ俺にね、不意打ちで、はい、目標なんですかって聞かれた時に、はい、これですって、すぐ言える、反射的にすぐ言えるぐらいに、ずっと意識しながら生活してごらんね。ちょっとね、こう厳しいこと言ってるかもしんないけど、それぐらいこの1ヶ月は大事。うまく乗り切れば自信になる、でもやらかせばみんなの足をすっごい下に引っ張ってくるよ。そう、そうなってほしくないので、ぜひぜひ意識してね、1ヶ月過ごしてもらえたらと思います。はい、ということで今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。で、この枠で私の11月の目標をね、みんなに伝えさせてもらおうと思うんだけど、どう先に謝ります、ごめん。あのね、本編でさ、具体的な数字を決めて目標を立てるんだぞって偉そうに喋りました。
ったら私の目標はですね、ちょっと具体的な目標を数字が使えない目標だから曖昧に聞こえるからすごく説得力ないんですけど、ごめん許してください。で、何の目標かっていうと、11月の末に、勝負の3日間があります。はい、何が勝負かっていうと3日連続講演会があります。まず人生初なんですよ。2日連続はやったことがあるんですけど、3日連続が初めてなんですね。で、もちろん喋る内容もちょっと違うし、対象も違ったりとかするから、まあ、準備するスライドも変わるし、話す内容とか練習内容も変わるからさ、それをきっちり練習して、ここまで練習したら絶対いけるぞってぐらいこう積み上げ、こう練り上げていって望んでちゃんと結果を出す。でもさ、講演会って結果がわからないんだよ。数字で満足度とか出てこないしさ、だから自分の感覚値でやりきれたかどうかっていう、ちゃんと伝え、反省はあるよ。反省なしの講演会なんてないからさ、喋る時にあそこもうちょっとゆっくりだったなとか、言葉選びちょっと間違ったなとか絶対あるんだけど、でも自分の中で80点を超えたら OK なの、いつもそう思ってる。だからその80点を絶対3日間達成するっていう、ごめんなさい、これ感覚論なんだけど、それが俺の目標です。で、実はね、その講演会に関しては多分人によって違うと思うんだけど、私すごい結構ね、こう魂を削って喋るっていう感覚で、結構熱量を持ってわって喋るタイプなんですよ。もしかしたら講演会聞いたことある方はなんとなくわかるかもしれないんですけど、なので終わるともう疲弊するんですよ。もうくったくたになるタイプなのね。でも2日間はやったことがある。で、3日間、今回たまたまね、そのお仕事をいただいたものが2日連続の次の日が希望日だったのね。で、マネージャーさんにはすごく止められたんだけど、夏休みとかにさ、みんなに限界突破で作るんだよみたいな話もしたじゃんか。だから自分も3日は厳しいんだろうなってちょっと思ってたけど、でもここでやっぱり限界突破のチャンスだし、で、毎回3日で受けようとは思ってないけど、なかなか講演会がさ3日連続で来ることってないんだよ。そもそもこの先もないかもしれない。だからチャンスだと思って、みんなに言ってることだし、自分も限界突破のね、できるチャンスだから、ちょっとそのチャレンジをしようと思って、この11月、ちょっと他の仕事、本のね執筆がめちゃめちゃ被ってる時期だから、多分いろいろやむと思うんだけど、でもその気持ちをやみながら、自分のメンタルをさ、その先週さ、メンタルの整え方の話もしたけど、その辺も意識しながら1ヶ月頑張る。みんなとは違うちょっとさ、ところのね、場所で戦うことにはなるけど、でも俺もみんなのちょっと見えないところにはなるけど、めっちゃ戦うから、だから今回話した内容も含めて、そういった気持ちでみんなに届けられたらいいなと思って、それを目標にします。だからさ、1ヶ月一緒に頑張ろうぜ約束きっといろいろ思うと思います。今こうやって話してても失敗することもあるからさ、だからシュンってなってる時もあるかもしれないけど、でもやっぱり一度きりの人生なんで、はい、きっちりやれることやって準備して、ちゃんとね、言葉に思い乗っけて喋ってきますので、ぜひこの1ヶ月も一緒にね、頑張っていきましょう。はい、ということで改めてになりますが、今回もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。では10月本当にみんなお疲れ様11月もね、一緒に頑張っていきましょう。ほんじゃまたね、バイバイ。